仮にですが、雨水館に男性を連れ込んでしまった場合、小沢船、お願いします。ペナルティはどのようなものを受けるべきでしょうか。ご意見をお聞かせください。ですよね。うっ、そっか、この人昨日泊まったんだ。これ、カツラ？そのウィッグいいでしょう。あ、ごめんなさい、つい。それ、13,000円。ネットで。ごめん、言ってなかったっけ？君だよ。なんで突っ張り？男だよ。なんですか？もしかして少女？クララです。これぞ松阪牛。肉おいしそう。いつの日か食べてみたいですね。買えないんだから見るだけ毒よ。ほら来たわよ。毎日6時に現れる半額シールの使者水産。バンバ殿、バンバスコープ。うむ、布です。あれとあれ承知。行くぞ月見殿。はい。一人200g確保。月見ちゃんに会いたかったからだよ。え、月見ちゃんに会いたかったからだよ。月見ちゃんに会いたかったからだよ。反応遅。動揺してる動揺してる。お前またそんな格好して。今日は親父がいるんだぞ。お兄たま、お願いがあるんだけど。取ってきてくれない？昨日の松阪牛まだ冷蔵庫にあるでしょ。はあ、どうして俺が。そう、嫌なら親父の事務所にこの格好で行っちゃおうかな。そこの植え込みに隠れてろ。最近の世論調査では前回よりさらに 8.2 ポイント減少した 18.6%。 おじさんそろそろ来るぞ。蔵之助は？また認知呼んできます。準備できたか蔵之助。ないぞ。はーい、お兄様。蔵之助、お前今日の昼食会に誰が来るか分かってんのか？分かってますよ、お兄様。サブロータおじさんでしょ？その格好で会うつもりか？いいじゃん、別に。おっさんたちが喜ぶように、パッと大盛り入れといたし。シュー、蔵之助、おじさんお着きだぞ。はーい。お前さ、一体どうしちゃったんだよ。何考えてんだ一体。だっておかしいだろ、大学生になった途端いきなり女装とか。どうも、福山雅治です。起きちゃったよ。相変わらず親父ギャグ寒いね。着替えろ。お忙しい中ようこそ。おじさん、CM 見たよ。なぜ俺が最近こんな格好ばっかしてるかって。その理由は2つ。1個目 は政治家だけにはなりたくないから。よ、変態って思われておいた方が後々楽だから。親父の跡目相続はこいつに任せて、俺は自由に生きていきたいから。グラピョン、今日もかわいそうな。蔵之助さんって結構イケてるよな。ああ、正真正銘男だけどな。蔵之助、いい加減にしろ。いいじゃん、可愛いでしょ。おじさんのためにおしゃれしたの。あなた、
目障りだ。出て行け。ああよかった。こんな天気のいい日におっさんたちと昼食会なんて冗談じゃねえよ。今日もまた一段と決まってますね。サンキュー。気がしてお見送りし。ちなみにその子少女だよ。あの子すごくいい子だよ。今時珍しいくらい真面目で奥手で、言い方を変えればオタクで、絵を描くのが趣味のクラゲの絵ばかり描いてる上品なお嬢さんだよ。ニートのアマーズだけどね。本当政治家の嫁には最高だろうな。エアコンだ。これ脱ぎ方がわかんない。今日はいろいろ失礼いたしました。それだけ言いたくて。では。あんたもかい。あ、ガキの使い始まっちゃう。待て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 、何を言ってよ。最後まで気になるじゃん。ギャー、カピオン許す。いや、あたしお嫁に行けない。おいこら、ハゲ。くそ、どこ行った。お兄たま、どうしたの。テレビドラマの襲われちゃった女の人みたいになってるけど。襲われた。ハゲ逃げた。くそ。花森さん。何ですか。おじさんが兄貴が女嫌いな理由を知りたいなら花森さんに聞けって。蔵之介さんは聞かない方がいいと思いますよ。聞いた方がいいの。話してくれなきゃこのツヤツヤのボンネットに手形べったりつけるよ。シュウさんが女嫌いなのには理由がある。すぐ喋り始めた。俺は21年前まだ9歳の頃、お父さんに連れられて。いやー、それにしてもものすごい美人でしたね。あんなの化粧でダマくらかしてんに決まってんでしょ。あんなもんはあんた化粧取ったら大したことないっつーの。だってあれつけまつげでしょ。タカコスタイルアイラッシュでしょ。ほらあの10種類以上ある中で一番ボリュームも長さもあるシネマクラシックってやつでしょ。目元から女優オーラ出しまくりってやつでしょ。でもスタイルもすごく良かったですよ。あんなもんはただのガリガリだろうがそぼけつーかないから。あの細さであの父は脂肪の割合上絶対ないから。ない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 絶対包茎、絶対偽物、絶対シリコン、絶対ヒアルロン酸注入。皆さん近所迷惑。ああダメダメ、捕まっちゃう捕まっちゃう。は、大丈夫。この辺のボロアパートやら何やら全部ぶっ潰してここにでっかいホテルがどんと立つんだから。ちょ、皆さん声出るか。よいしょ、お待たせし、もっ裸の男。いい加減慣れろよな。服着てください。だって肩凝っちゃったんだもん。なんだよ、ついさっきまで公園で俺とイチャイチャしてたじゃねえかよ。イチャイチャ、イチャイチャなどしておりませぬ。お茶っ葉ついてる。相手の女のこと調べておけ。申し訳ありません。私は恋淵家の使用人ですが、同時に周さんの幼馴染でもあります。
ですからいくら旦那様のお言いつけでもシュウさんに対してスパイのような真似は。新しいベンツ買ってやるぞ。あ、杉本ちゃん、素性を調べてほしい女がいるんだけど。うん、じゃあいつもの高田の馬場のミスドでね。昔ソロバン塾で一緒だった杉本くんが今探偵事務所をやってまして。へえ、ソロバン塾で。で、その女の名前は。わかんない。じゃあ書いて、似顔絵的な。ベンツ書いてみて、S クラス。 S クラス。興味のあるものはうまく書けるのにな。シートに涙とか鼻水とか垂らさないように、これで早めに拭いてください。本革なんで。何これ、どういうことだよ。なんでこの人がうちの車に。花森さん、ベンツ10円玉10円傷。シュウさんのご友人でお迎えに上がって一緒にお連れしました。担当直入に伺いますが、稲荷さん、あなたはうちのシュウと。C まで行ったんですか。ええ、私たち心も体も結ばれました。逃げた。あなたが心の奥底でもう一度私とセックスしたいと思ってるからよ。なる女性がおりました。二人も。さすがお前の子、タロシーの遺伝子。どう、うん、あ、総理いらしてたんですか。なんか今日の収集雰囲気違う。大人の階段登っちゃったけ。